からかわれました。そういうことだったんだね。そういえばスーサナさんは少し前に具合が悪かったみたいだけど。え？あ、そうですね。その件に関してはもう大丈夫みたいです。分解されて原子になるんじゃないかって思っちゃいました。ゼールさんは、待って、ちょっと確認しますが、今まで彼女は私たちと一緒にいましたよね。その、私の妄想だったりするんでしょうか？焦らないで、スーサナさん。おかしなことが起きない限り、彼女はずっと私と一緒なの。あ、そうでした。それが普通なんですよね。じゃあ、彼女を呼んでみませんか？うん。私もそうしようと思ってたんだ。ゼーレ？その、何も起きていませんね。どうして？ゼーレさん、まさか、彼女は今。うん。何も、感じられないの。こんな状況、今まで一度もなかったのに。本当に平気ですか？私は。ゼーレさん！大丈夫です、ゼーレさん。私たちは同じ転送装置に入りました。それは間違っていませんよね？うん。それなら普通に考えれば私たちは同じ場所にいるはずです。もう一人のゼーレさんがいないのは多分漁師の海だからでしょう。空間もめちゃくちゃですし、もしかしたら村の向こう側にいるのかもしれません。もしくは一歩先についてて何かの危険に気づいて、私たちを守るために、あえて一人で行動してるのかもしれません。ええ、可能性はあると思います。とにかく、天命のバルキリーとして、私たちもすぐに行動した方がいいと思います。もう一人のゼーレさんを探しに行きましょう。スーサナさん。うん。そうだね。
しに行こう。はい。きっと彼女も焦ってるはずです。まだ知り合ったばかりですけど、彼女がゼーレさんのことを大事に思ってるって分かりますから。ありがとう、スーサナさん。水臭いですよ。助け合ってこそいいパートナーですから。本当に雪だらけです。ここは常に積雪のある世界の泡なのかもしれないね。建物の屋根はどれも斜めになってるし、壁も頑丈だから。確かに、さすがです。観察眼が鋭いですね。大したことじゃないよ。シベリアではこういう建物がたくさんあるから。ダメです、この扉は全然動きません。他の道を探しましょう、ゼーレさん。スーサナさん、この扉なんだかちょっとしっくりこないと思わない？周りに。ええ、確かに扉に黒い何かがあるような。花の形でしょうか。この扉には鍵やカンヌキのようなものは見当たらないのに、どうして開けられないのかな。その花のせいで開けられなくなってるのかもしれませんね。私ってば何を言ってるんでしょう。たとえ世界の泡の中にいるとしても、この考えはさすがにぶっ飛んでますよね。あら、ラトルが的を得てるわよ、お嬢さん。え、声が。誰が喋ってるんです？世界の泡の住人ですか？もう驚かさないでくださいよ。早く出てきなさい。私はここにいるんだけど。お化け？幽霊？それとも透明人間？まったく、せっかく褒めたのにすぐにバカなことを言うんだから、この扉の向こうにいるってことよ。なんだ、わざと扉の奥に隠れていて近づいた相手を驚かせているんですね。じゃあ、どうして扉の奥に隠れてるんですか？この嫌な扉を開けてくれる人を待ってるに決まってるでしょ。こっちからは開けられないの。でも、こちら側から開けることもできないみたいです。それは、正しい開け方を試してないからよ。聞こえてたわよ、扉の向こうに黒い何かがあるってね。それは、この世界の泡特有の空間に干渉できる物質なの。幸い辺境の村にはそういう物質を消せる光の塩っていう結晶があるの。少し探してきてもらってもいいかしら。そうしたらこの扉を開けられるはずよ。待って、今この世界の泡って言いました？何か問題でも？これでも一応漁師の海の漂流者なのよ。そんなに変かしら。ここが世界の泡だって知ってることが。漁師の海の漂流者？かっこいい。名前を聞いてもいいですか？教えても構わないけど、扉を開けてからにしましょう。考えてみて、今自己紹介してもあなたたちは私の顔を見られないし、そんなのおかしいと思わない？なんだかこだわりを持ってる相手みたいですね。でもできるだけ彼女から情報を聞き出さないと。ごめんなさい、扉の向こうにいるお姉さん。助けたいのは山々なんですが、私たちにも急ぎの用事があって。そうですよ、仲間を探さなきゃいけないんです。きっとまだこの近くにいるはずですから。仲間？ならちょうどよかったわ。
先に助けてあげる。いつ仲間とはぐれたの？10分から20分くらい前だと思います。その時の私たちはこの世界の泡に入ってきたばかりだったので、正しい時間は分かりません。なら彼女がこの扉を通ったっていう可能性は排除できるわね。私はここで1時間以上も待ってたの。その間扉は閉まったままだったわ。それにこの扉は辺境の村唯一の出口だから、つまりあなたたちの仲間はきっと村のどこかにいるはずよ。そういうことだったんですね。これは貴重な情報ですよ、ゼーレさん。うん、教えてくれてありがとうございます。じゃあ早速彼女を探しに行きましょう。ねえ待って、村の方に行くならついでに光の塩を持ってきてちょうだい。仲間を見つけてここから出るときにこの扉を開けないといけないでしょ。それに私の情報は役に立ったわよね。はい、確かにその通りです。でも私たちは光の塩の場所もその見た目も分かりません。それなら簡単よ。村の中に着いたら私のヒントをちゃんと見ればいいの。ヒントですか？それを見た時におのずと分かるはずよ。さあ早く行きなさい。仲間もきっと焦ってるはずよね。はい、では行ってきます。